Hey guys, so we're gonna end the, and we're back, and we're gonna end the night off with Persona Q2 New Cinema Labyrinth. So yeah. I need a... Great. Why is it in Japanese? ちょうどいい。今アジトに行こうって話してたとこ。私、今日
今日は放課後丸々時間取れるよ。リュウジ、みんなに連絡しとけ。オッケー。アジトに集合っと。返信早っ。みんなルブランに来れるってよ。じゃあ行きましょう。よし、今日はメメントスの攻略で。いいな、双葉。了解。ナビ頑張ろう。私はまだみんなに比べて不慣れだし、精進しないと。春は全然やってけるよ。上達早すぎ。失敗は許されない作戦だしね。俺はメメントスの探索好きだぞ。あの空間かわが輩もあそこには興味津々だ。何かあると思うんだよな。メメントスでもやることやるだけだ。つーか、あいつはメメントスに連れてくの初めてだよな。なんなら置いてっちまっても。待たせたね。噂をすれば。遅くなってごめん。仕事が立て込んでいてね。ところで聞こえたんだけど、メメントスだって。了解だ。これで全員揃ったな。よし、行こうぜ。勝利だったぜ、ジョーカー。メメントス、人の集合的無意識によって形成された、いわば大衆のパレス。これもまた認知世界ってやつか。最深部はどうなっているのか。知的好奇心がビシビシ刺激されるぞ。でもなんだかちょっと怖いところだよね。私も最初は苦手だったかも。のんびりだべってると敵が来るぞ。モナ、車にチェンジだ。モナ？モナちゃん、怖い顔してどうしたの？ああ、いや、メメントスの様子がいつもと違う気がしてな。どこが？変わんなくね？どう思う？ジョーカー。私はいつも通りの気がするけどな。我が輩の気のせいか。じゃあ変身するぞ。みんな離れろ。
当に面白い世界だ。ここはカモシティの一番街だな。
大都会カモシティを知らないのか。なんかムカつく地名だな。てかジョーカー知ってっか。だよな、一度聞いたら忘れなさそうだし。新しいテーマパークか何かかな。なんか怪しいな。お前らどこから来た。詳しく話を聞こうか。あ、待ってください。私たちはほん…おい、何かいっぱい来たぞ。そこの仮面集団、挙動が怪しい。まとめて連行しろ。了解した、応援する。やっべ、みんな走れ。ごめんなさい。逃がすな、捕らえろ。
使えないということはメメントスではない。もしかして認知の影響を受けない世界なの？おい、またシャドウの気配だ。まだ来んのかよ。しかも今のザコとは違う、もっとヤバそうなやつだ。今度は何？何なの？わからんが、接触は回避すべきだ。私がナビする。シャドウのいない方へ向かえ。どうしよう。まるで飲み込め。我が輩たちはメメントスにいたはずだ。なのに
知らない街にいて、次は映画館。つか、服戻ってんぞ。あ、本当だ。ん？我が輩だけ？どうなってんだ？まあいい。とにかく、お前らの服が戻ったってことは、ここが認知世界と仮定するなら。けど、ここでも異世界ナビは使えないみたいだね。さっきの街とは違う場所のようだけど、どちらにせよ異常事態みたいだ。ね、ちょっと、誠とハルは？は？その辺に…って、いねえ！もしかして、はぐれたのか？マジかよ！急いで探さなくちゃ、さっきの場所にいるのかも。だが、どうやって戻る？俺たちにどこから出てきたのか。待って、少し落ち着こう。この建物のどこかにいるかもしれない。あそこに扉がある。ここから外に出てみるというのは。ああ、そうだな。悪い、動揺しちまった。いろいろ突っ込みどころはあるが、今は誠と春を探すのが先決だな。まあ
違いなさそうだけど、どこか変だね。人の気配も全くしないし。けどマジで俺らどっからここに入ってきたんだ。確かに上下移動というよりは水平移動の感覚だったね。いやだからどこからだよ。おい、ちょっとこっちに来い。モルガナ、なんか見つけたのかも。行ってみよう。モルガナ、どうした？なんか手がかりあったか？この扉、見てみろ。扉？すごい震えて。
映画の中とは意味がわからないな。細かいことは後回しだ。結局2人はどうなってるんだ。カモシダーマンという登場人物に捕らえられてしまいました。カモシダーマン、カモシダって、どういうこと。この音はまた始まるのね。始まるって何がだ。きっとドウが映画を流し始めたんだと思います。ドウ映画見ればお分かりになります。その通り、よく知ってたね。日本語で言えば、七種の権兵衛。身元不明の遺体を指す時にも使われるね。ドウは映画を流す以外に何かしてくるんですか。いいえ、何も。ドウはこちらの問いかけにも答えません。全てが謎の異形の存在です。なんか、昔の私っぽい。双葉、なんか言ったか。ああ、うん、なんでもない。
スクリーンの向こうに取り残されてるってこと？おそらくそういうことになるかと。つまり二人を助けなければ映画の中に入るしかないんだな。助けに行く気はねえだろ。だよな。よし、じゃあ早速で飛び込めばいいのか。ナギさん、どうしたの。ヒカリさんは皆様のことをひどく心配しているわ。映画の中は危ないからここにいた方が安全では。忠告サンキューな。でも危ねえから余計心配なんだわ。助けに行くしかないよ。
きちんと裏を取っておいた方がいい。なるほど、一理ある。ひとまずみんなで映画内を見てきてくれ。よし、決定だな。映画館は任せたよ。ナギさんとヒカリ、モルガナと双葉はここに残っから。それは構いませんか。本当に行くんだ。危ないのに。さっきも言ったけどさ、仲間が危ないからこそ助けに行くんだよ。当たり前だな。まあいいや、みんな行こうぜ。頼んだぞ。だが深追いは禁物だ。モルガナも気をつけて。まだ何かあるの？これ、ポップコーン。もしかして、私たちに持ってって。では、作戦開始だ。作戦？あれ、ちょっと気になったんだけど、映画の中に入ったら、多分また変身しちゃうでしょ？怪盗団ってことバレたらヤバくない？え？怪盗団？け、速攻でバレた！怪盗団っていうのは最近の事件？それともピカレスクロマンの映画でしょうか？私もよくわからん。マジで？二人とも怪盗団を知らねえのかよ。なんかすっげえショック。ごめんなさい、テレビやネットに疎くて。ヒカリさんも私と同じみたいね。あんま騒ぐな。知らないのは好都合だろう。怪盗団といえば一つ気になっていたのですが、映画の中での皆さんの服装や妖術みたいなのはコスプレ的な何か。めっちゃ見られてた。そのことですが、ナギさん、あれは僕たちにもよくは映画の中ではペルソナとかいうのが使えるようになってしまいまして、カモシダーマンが変化したのと同じ現象なのかもしれません。おお、コスプレっぽくまとめたな。そうなのですね。まったく不可解な現象ばかり。解決すべき事象が山盛りみたいだね。早くシアターに行こう。We're gonna end it here. Thank you guys so much for watching, and I'll see y'all tomorrow. Bye.